秋田大学国際資源学部の学部紹介を始めます。資源は私たちの社会にはなくてはならない存在です。日本のように資源に乏しい国は海外からの輸入に頼らざるを得ません。しかし国と国との関係にはさまざまな問題があるため、資源の確保は簡単なことではありません。資源を安く入手できる時代はすでに終わっています。この問題を解決できる人材はとても少なく、社会からは高いニーズがあります。そこで平成26年、この問題に立ち向かう学部が秋田大学に誕生しました。それが私たち国際資源学部です。国際資源学部のミッションは、グローバルな資源問題に挑む専門人材の養成です。それと同時に国際的な資源研究の拠点を形成することです。国際資源学部では、高度な専門性、コミュニケーション能力、応用力を備え、資源分野でグローバルに活躍できる人材を養成しています。本学部の特徴は、資源学に特化したオンリーワン教育と研究、国際的に活躍できる英語教育と分離融合教育です。国際資源学部は1学部1学科ですが、3つのコースがあります。文系の資源政策コース、理学系の資源地球科学コース、工学系の資源開発環境コースです。文系の資源政策コースは、日本の大学では資源を学べる唯一の文系コースです。資源政策コースでは、人文科学と社会科学のさまざまな学問を統合して資源学教育を行っています。国際的に活躍でき、そして持続可能で責任ある資源開発のマネジメントと戦略を担える人材を養成します。理学系の資源地球科学コースは、秋田大学鉱山学部時代から伝統を引き継ぎ、地球科学の研究をもとに資源の生成環境やプロセスを解明し、未知の資源を探査する研究を行っています。このコースでは、資源探査に関係するさまざまな地球科学分野の研究を学ぶことができます。専門性が高く、かつ国際的に活躍できる人材を育成しています。工学系の資源開発環境コースでは、資源をどのように採掘・生産するかを研究しています。さらに、資源に関わる環境保全やリサイクルについても研究をしています。最近では、IT 技術を駆使したスマートマイニングや、再生可能エネルギーなど最先端の技術の研究を行っています。これらのコースでは、高度な専門分野を学んだ学生は資源分野で幅広く活躍しています。国際資源学部のカリキュラムにはさまざまな特徴があります。その一つに、国際的に活躍できる人材育成のための英語教育があります。1年次、2年次の大学集中英語、すべて英語で行われる2年次以降の専門科目授業、海外資源フィードワークなどの学内での実践的な実習が挙げられます。3年次の海外資源フィードワークでは、海外の資源の現場に赴いて実習を行います。1人または少人数のグループで、約4週間、鉱山や大学、資源関連の機関や会社で実習を行います。それまでに学んだ専門知識や英語を実践する良い機会になります。このような特徴ある学部で学んだ卒業生は、資源系分野を中心に各方面で活躍しています。就職率は高く、学部創立以来、過去5年間、文系、理系ともほぼ 100% を達成しています。さらに、理系の2コースでは、専門性を高めるために、半数の学生が大学院へ進学します。
国際資源学部の入試には一般前期、後期入試、学校推薦型入試に総合型選抜入試、私費外国人入試があります。詳しくは学生募集要項をご覧ください。それではこれで国際資源学部の説明を終わります。ありがとうございました。